王都を奪還し、ひとときの平穏を得たウォルホート家は、それぞれ別行動を取ることを決める。ロランは政敵を排除すべく王都に残り、フレデリカはローゼル族の村へ。そしてセレノアとベネディクトたちはシモンの待つウォルホート城へと凱旋を果たしていた。気をつけよ。今や若様はエスフロストを追い払い、グリンブルク王国を復活させた英雄。さらにアイサンドの七星人でもあられるのだ。煙鉄大戦を終わらせたシモン様以上の快挙かもな。俺たちまで誇らしいよ。若様、ご無礼をお許しください。今まで通りで構わない。皆には本当に苦労をかけた。共に耐えてくれたこと、私こそ誇らしく思う。もったいないお言葉。そうそう、若様、アイサンドの教皇から感謝の印にって船いっぱいの塩が届いたんですよ。教皇が直々に。若様って本当にすごいんだね。そうとも、もうどの国もウォルホートをないがしろにはできない。ああ、たとえグリンブルク王であろうともな。当然だ。仮面をかぶって逃げていたロラン王子を王にしてやったのは若様なのだから。ウォルホート家万歳。若様万歳。へえ、セレノア様の人気ってすごいのね。人気だけじゃなく、今は力も兼ね備えている。これが俺たちの若だ。ええ、まるで王様みたい。私、力のある男って好きよ。どこかのじいさんよりずっといいかも。逃げた王子、それがロラン王への評価なのか。身内びいきの軽口でしょう。ならばいいが、ハイサンドの動きもあからさまだな。我々を飲み込むつもりか。エスフロストをくじき、ロラン王子をグリンブルク王位につけた。両国ともにハイサンドの力を思い知ったでしょう。魔力結晶エルフリックも十分な力を発揮できた。これならあれも動かせる。実に得るものの多い戦でしたな。だがイドー殿、我らより多くを得たのはウォルホート家では。力と忠義を示した英雄の再来に
グリンブルクの民は湧いている。油断すればエスフロスト以上の敵となりますぞ。分かっています。それゆえミロを見張りにつけたのです。彼らがよからぬことを企めばすぐに分かる。あの女、ミロを信用してよろしいのか？さて、どうでしょう。しかし、女神を裏切れば恐る。患者であろうと、七星人であろうと、それだけは間違いありませんな。その通り。もちろんそんなことがないよう願っていますがね。スバローグ殿、あなたには大金法の件で使徒への召喚命令が出ている。総帥の命令をいつまで無視するつもりか。召喚などしている場合か。グリンブルクを奪還されて状況は変わった。今はエスフロスト公国の危機。敵襲に備えてこの総統の門を固めねばならん。あなたが決めることではない。その役目は私が命じられている。帰れ。貴様ごときに国境が守れるものか。総帥が決定したことですぞ。だからこそ断る。この危機を招いたのはタラース謎にグリンブルクを任せたあの男の失策だ。そのことは総帥にお伝えしますぞ。憲兵ごときにできるのは伝言役くらいだ。わしに言うことを聞かせたいのなら、まず貴様が隠していることを吐けとな。父上のご様子はどうだ？はい、意識はとてもしっかりしています。ただやはりご病気のせいでお体の方はかなり弱ってしまいました。そうか。シモン様は若様の活躍を大層お喜びです。祝いの宴を開いて皆の前で褒めてやらねばと張り切っておられました。それは困るな。ありがたくお受けください。最高の親孝行なのですから。そうしよう。父上が認めてくれるのは何より嬉しい。デストラ様、とうとう若様はグリンブルク王国を取り戻しました。かつてのシモン様やレグナ王にも劣らぬ見事な戦いぶり、あなた様にも見せたかった。いつもすまないな、ベネディクト。
これは失礼。私は外します。いや、それには及ばない。私が今あるのは、お前のおかげだと母上に報告したい。一緒に参ってくれ。若様。あなたのご両親、シモン様とデストラ様は、私に生きる意味を教えてくださった恩人でした。あなたに尽くすことは私の使命、そして願いだったのです。ですが先の戦いで、ノゼリアにあなた様の力と存在を示すことができました。あなたはもう一人で歩いていけます。いや、ロラン王と力を合わせればノゼリアに新しい歴史を築くこともできるでしょう。ベネディクト、何が言いたいのだ。セレノワ様、私は役目を終えました。今夜の宴が終わったらおいとまをください。後任にはアンナを推薦いたします。私の元を去るというのか。恐れながらシモン様も長くはないでしょう。我が恩人の最後、どうか見取らせてください。その後は墓守としてセレノワ様のご活躍をお二人にご報告いたします。心は決まっているようだな。ベネディクト、お前には感謝しかない。だが少し時間をくれないか。かしこまりました。そろそろ宴の準備が整う頃です。城に戻りましょう。随分盛況だな。皆、若様と親睦を深めようと集まったのです。いや、父が今後の力になってくれるものを集めてくれたのだろう。ありがたいことだ。時間は限られている。すぐに始めよう。お招きありがとうございます、セレノア様。それとも、旧国の英雄様とお呼びするべきかしら。からかわないでください。からかってなどおりません。まごうことなき事実ですもの。力のある方は魅力的ですが、私もそのような御仁に惹かれるのです。今夜の宴だけで今後もご一緒させていただきたいものです、うん、ありがとうございます。考えさせていただきますよ。人の成長とは嬉しいものだな、ベネディクト。どこか寂しくもある。それが父親の気持ちってやつだ。
シモン様がいらっしゃったわ。久しぶりのお出ましだが、お元気そうじゃないか。父上、お手を。一人で大丈夫だ。とても気分が良くてな。今夜はお前の手柄話をじっくりと聞かせてもらうぞ。はい、ゆっくりと。今宵はモルフォート家の戦勝を祝う宴によくお集まりくださいました。我が息子と家臣たちは見事グリンブルク王国を取り戻してまいりました。後継ぎの成長をこの目で見て、私も肩の荷を下ろすことができます。こんなに嬉しい夜はない。どうか一つわがままを聞いていただきたい。皆様も私の自慢の息子にねぎらいと祝福の言葉を。アンナ！あ、父上！失格だ！
っかりしてください、父上。深く。だがこのシモン・オルフォート、これ式で倒れはせん。浅く、もう一撃させないわ。助かった、ミロ。話は後よ、資格はまだいる。頼む、ミロ、君の力を貸してくれ。誇らえました。この機は逃さない。一気にオルフォートを潰すぞ。トリアト、なぜこんなことを。この奸賊ども、オルフォートを消せ。奴らの影響力は我々にとって厄介だ。パトリアと計ったな。だが私の目の黒いうちはやらせん。シモン様、あの体で戦いなど無謀だ。早期に終結を図らねば。俺がいながら何たるありさま。シモン様の我が物必ず守り抜かねば。みんな、パトリアトたちを撃て。父上を守るのだ。制してみせましょう。
仕事の時間です。耐えられるか。感激さ。行くわね。痛かったでしょ。また美しくなる。いや、やったろうじゃない。たるんでんじゃないよ。ありがとうございます。そりゃお祝いだね。やってやる。ウォルフォート、貴様たちの存在はグリンブルクの邪魔になるのだ。下がれ愚か者。あ、負けられない。今こそ。最善の手。支えなくては。素晴らしいです。ウォルフォート家の未来のために。この盾が破れるかな。邪魔だ。まだまだ働けそうだ。僕の番だな。みんな待ってろ。他の者も頼む。私のできることを。この木を生かしてください。助かる。成長を感じます。まだ体は動く。私の番ですね。
めます。スケアリ、やった！ウォルホート家の当主として、行きます。ガラアキだ。手応えあり。生きるために。片付けます。やらせてもらう。やってやる。誓いさえ奪えば。天より狙い撃つ。やったろうじゃない。こっからこっから。よくやってくれた。最善の手を。支えなくては。有利になります。学ばせていただきました。誰か回復を。素敵です。魔法の発展のために。行くぞ。回復します。回復しました。
終わらせましょう。お渡しします。ありがたいね。お渡しします。助かった。やってやる。くれた。そうだ、それでいい。最善の手。息をつかねば。もう一働きするか。学ばせていただきました。私の番ですね。盾が破れるかな。ここまで。行きます。狙いを定めて。
やったな。うわ、情けないね。やりやがった。おい、こら。今こそ。ここでやられるわけには。やってやる。よし、参ります。いただきます。勝利への糸口は。焦りは禁物。これは学ばせていただきました。それでは。魔法の発展のために。回復はお任せを。これで傷を。よくやってくれた。希望への一歩です。して見せましょう。楽にはさせない。ウォルホートの名にかけて。
ウォルホート家の当主として。眠れ。やらせてもらう。手応えあり。生きるために。よくやったぞ。勝利への糸口は。焦りは禁物。やるしかなかろうな。学ばせていただきました。それでは。これを。恐れ入ります。助けてくれ。使って。おにぎる。果てるその日まで。面倒だな。おりゃ。やらせてもらう。まだまだ磨き足りは。どこから攻めるか。情けは禁物です。焦りは禁物。助かる。学ばせていただきました。まだやれます。凍てつく霊気よ。
悪くないですね。じゃあ見てろよ。勉強の成果だ。うわっ、これで傷を。どこへ飛びましょうか。この距離なら。邪魔だ。苦しみは耐えられるか。負けられない。はあ！ここでやられるわけは。これでいい。奴らを潰す千載一遇の機会を逃すとは、計画の練り直しだ。どう攻めるか。焦りは禁物。僕頑張るよ。学ばせていただきました。まだやれます。止めます。終わりです。傷を癒して。感謝します。行きます。油断したね。ハチ、こっちこっち。俺が相手だ。邪魔だ。どこから攻めるか。体は動く。
に剣が重いとは、年には勝てんな。すぐに手当てします。お気を確かに。もうよい。お前と剣を並べて戦えた。悪くない最後だ。父上、何を言うのです。今まで何百という兵の死を見てきた。私の順番が来たのだ。なあ、ベネディクト。お守りできず申し訳ありません。すまぬが、三人だけにさせてくれ。承知しました、エラドール。分かった。やはりウォルホートは危険だ。グリンブルク王家のために始末しなければ。逃がさないぞ、パトリアト。王家の側近であるお前がなぜシモン様を襲った？そうよ、せっかく元に戻ったグリンブルク王国をどうして乱そうとするの？元に戻った？どこがだ。王が殺され公国の統治下に入り、わずかの間にまた王家が復活した。エスフロストの支配を受け入れた者と抵抗した者、この変化で被害を受けた者と利益を得た者、貧富の差は広がり、グリンブルクの民の心は欲と憎悪でバラバラだ。そうかもしれない。だがロラン王の下でまとめていけばいい。そのロラン王の立場が危ういのだ。ただでさえ家族を見捨てて逃げた王子、担がれたお飾りと批判する者は多い。何より貴様らウォルホートの名が邪魔をする。ああ、そういうことね。言いがかりはやめろ。自覚がないとは言わせんぞ。エスフロストを打ち払った武力、七星人の地位、ロラン王を守り即位させたという功績と人望、すべてがグリンブルク王家、ロラン王を超えている。邪魔でないと思うか。まさか暗殺はロラン王の命令か。あの王にそんな冷徹さがあれば苦労はしない。だから私が先んじて手を汚したのだ。王国、それだけは吉報だな。あとはお前を片付けるだけだ。今から話すのは、生きているものでは私とベネディ…落ち着いて聞いてくれ。お前は私の子ではない。
本当の父親はグリンブルクの先代レグナ王だ。隠していてすまない。王との約束だった。お前の母デストラは王との下町に生きる女性だった。貧しく身分は低い。だがデストラ様は利発で愛情深い素晴らしいお人でした。お忍びで町に出たレグナ王と恋に落ち、あなたを身ごもったのです。王は彼女をめとることを願ったが、叶うはずもない。反対する王党派によってデストラは命すら狙われた。そこで王の親友でもあったシモン様が妻として迎え保護したのです。そしてウォルホート家の跡継ぎとして私が生まれたのか。体の弱かったデストラはお前を産むとすぐに亡くなった。お前の名はデストラがつけたものだ。そう、唯一彼女がお前に残せたもの。私からはこれを残そう。指輪、この紋章はグリンブルクの王族だけが持つことを許された指輪だ。レグナ王から叱るべき時が来たらお前に渡してほしいと託されていた。突然こんな大事を明かされても、私はどうすればいいのですか。最後に重荷を背負わせてしまったな。だが道は常にお前の後ろにある。皆の先頭に立て。ベネディクト、セレノアを頼む。はい。父上。まだ父と呼んでくれるのか。嬉しいぞ。父上。なるほど。パトリアとはロラン王の立場を守るためにウォルフォート家を消そうとしたか。ええ、確かにそう言っていたわ。幸いパトリアとの独断です。ロラン様は関わってはおられません。そっか。だが事実を明かせば大事になる。最悪グリンブルクが割れる恐れも。セレノア様、シモン様が暗殺されたことは伏せるべきです。病で亡くなった、そう発表すべきだろうな。見ろ、手助けは感謝する。だがこのことは他言無用だ。わかったわ。ウォルホート家のためにね。
ウォルフォート家の存在はグリンブルク王家にとって邪魔か。なぜこうなる。我が家に野心などないのに。濡れ衣であろうと襲ってくる者がいるなら戦わねばなりません。たとえ相手がロラン様であろうとも。命令したのはロラン様ではない。何を考えている、ベネディクト。決まっています。ウォルホート家が生き残る道です。シモン様を殺された。これ以上ウォルホート家を傷つける者は許しません。誰であろうと絶対、絶対にです。ベネディクト、これからも力を貸してくれるのだな。望まれるならグリンブルクの玉座にお付けします。今のあなたにはその証も力もある。道は常にお前の後ろにある。皆の先頭に立て。シモン様の遺言の意味をよくお考えください。皆の先頭とは王位のことではありませんか。自分が信じる道のために玉座が必要ならそうしよう。だが私は王になるために友を裏切るつもりはない。ベネディクト、私の出生の件はここだけの秘密だ。王家の指輪とともに私に預からせてくれ。承知しました。セレノア様のご判断に従います。ロラン王から伝令です。エスフロスト残党に不審な動きあり、至急王都に集まってほしいとのことです。行くぞ。悲しんでいる時間はない。